ゴルスターブ教会は、ノルウェーのブスケルー県、ハリンダル渓谷に位置するゴルに建てられ、その後ノルウェーの首都オスロシビグドイ半島のノルウェー、民族博物館に移築されたスターブ教会である。ゴルスターブ教会は、年輪年代測定法により1212年に建築されたと考えられる。ゴル氏は1880年に新しい教会を建てることを決め、 古い木造のゴルスターブ教会を取り壊すことにした。しかし、文化財として価値のあるこの教会を壊してしまうのはもったいないということで、オスロ郊外ビグドイ地区の当時のノルウェー国王であったオスカル2世による世界初の野外博物館であるオスカル2世コレクションに移築されることとなった。移築及び修復は1885年には完了した。その後、 1894年から1907年にかけてこの私的博物館は拡張され、ノルウェー民族博物館として整備された。1980年代にゴル市民の要望もあって、ゴル市内のもともとゴルスターブ協会が建っていた場所から少し離れたところにオリジナルとほぼ同じ同じ外観を持つレプリカが建設された。このレプリカは内装は 近代的なものであり、ノルウェー国内に現存する28のスターブ、教会にはカウントされていない。また、アメリカ合衆国のノースダコタ州、マイノット市にあるスカンディナビア歴史遺産公園にもゴルスターブ教会のレプリカが建てられている。ありがとうございます。